始まりました。ご視聴ありがとうございます。再生していただきまして誠にありがとうございます。こんにちは。こちらの動画は、イマジンチャンネルの想像動画第1 3 3弾未来は予想と異なることが多い。こういうテーマでお伝えいたしますので、よろしくお願い申し上げます。では、早速テーマです。皆様は、今後について予想したことは、おそらくですけれども、たくさんあるんじゃないかなと思いますね。 例えばですが、これはえあくまでも一部だとは思いますが、就職活動中の場合、本当に今後希望の場所に就職できるかなとか、何か試験の場合、で、その試験に向けて勉強中だったら、例えば何ヶ月後にはこの試験に合格してるのかなとか、 そんな感じの予想。場合によっては、そんな、えー、勉強関係、就職活動関係だけでもなく、どこかのチームのファンで、そのチームの試合が始まる前に、今日はこのチーム勝つかな、とか、いや、でも今日は負けるかもな、みたいな、そういう予想もあると思います未来、未来の予想として言っても色々な予想がありますね。で、こちら、私、イマジンの経験からではありますが、 未来を予想するという、そういうことをした場合でも、結構予想と違うことも多いんですよ、多いんじゃないでしょうかという、そういうことになります。はい。で、予想と違うと言っても、いろいろな場合がある,あるんじゃないでしょうかね。例えば、え未来の,の予想をしていたよりも良い結果になる場合、そして残念ながら悪い結果になってしまう場合、そして、 良い結果が悪い結果か分からないけど、ちょっと予想と違うような感じがする、ま、する結果の場合。このような感じに大きく分けるとなるんじゃないかなと思うんですね。多分ですがね。これは私の考えですけれどもね。で、もちろん、予想と全く同じ場合だってないわけではないと思います。まあでもただ予想と全く同じというのはかなり難しいんじゃないかなと思いますけれどもね。 ま、その、先ほども言った、どこかのスポーツの試合などで、勝つか負けるかとかだったら、予想と同じっていうのはあると思いますが、例えばですけれども、得点種目などで、例えば1対0でこのチームが勝つとか、2対1でこちらのチームが勝つとか、そういう得点まで予想した場合、これはちょっと同じになることは難しいかもしれませんけれども。ですが、勝つとか負けるとか、 そういう、まあ単純だというかね。ただ勝つか負けるか、まあ場合によっては同点というのもありますけれども、勝つか負けるか、こういう予想の場合。だったら、同じになることもあるかもしれませんけれども。ほとんどは、私の今の、今までの経験上で、では、ほとんどが未来の予想とは異なる。というか、逆に未来を、未来がこうだというふうに言うのは結構難しい。 こういうふうに思うんですよ。難しいと私は思いますね。多分ですがね。はい。ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですね。はい。なので、もちろんね、先ほども言ったように趣味のことで予想したり、自分の今後の人生について予想したり、他にも、こちらの動画で取り上げられなかったようないろいろなことを予想することが多いと思います。 もしかしたらですけれども、毎日のように少し、少し小さなことでも、えー、本当に未来のことをいっぱい予想することもあるかもしれませんけれども、こういうのは、予想と違ったから、ああ、なんで違ったんだろう。まあ、場合によっては嫌だなとか、まあ、もちろん良かったっていうのもある,あるかもしれませんが、場合によっては嫌だなという、そういう場合もあると思うんですが、逆に、予想と違うのが、 ま、それは、それで、それが普通なのかなという、そういうふうに考えた方が気持ちが楽になるんじゃないかなと思いますね。はい。予想と同じになることの方が少ない。こういうふうに考えた方が多分いいと思います。捉え方によって結構ね、自分の気持ちの方も、あの、変わってくると思うので、一つの事柄を経験した場合にでも、場合にも、ぜひぜひ、別の見方はないかな、別の考え方はないかなというふうに、 探ってみるのもいいんじゃないかなと思うので、ぜひぜひね、未来を予想することは難しい。未来の、未来は予想と異なる方が多い、多いんじゃないかな。だから、これはこれで、未来の予想とは違ったけど、こういうふうに頑張ろうみたいな、そんな感じで考えてみてはいかがでしょうか。ということで、想像動画第133弾をお伝えさせていただきました。皆様の今後の人生が、 明るくなる。良い方向になることを心より願っております。では、134段になります。え次の134段のテーマにつきましてはえ、インターネット検索に関してお伝えさせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。インターネット検索といっても色々あるけどね、とか色々と予想するかもしれませんけれども、詳しくは134段をご参照ください。では、133段は終了いたします。